はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。有川様、お手紙いただきました。ペリズマイ様、ペリツマ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたーく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。12月4日 NHK スクランブルデモ、12月29日メール党員様限定忘年会、どちらもよろしくお願いいたします。日本改革党茨城県水戸支部長、石井健一郎、ツイッターデビューいたしました。以後 お見知りおきください。なんかね、お会いして思ったんですけど、なんか東映とか日活の時代劇の役者さんっぽいなって、思っております。まあ私と同じぐらいの年のおっさんは間違いないんですけれどもね。中国共産党が世界各国に複数の拠点を構築し、勝手に警察活動をやってる問題について、エロヨガ好きな、エロヨガが好きな、ウミガメ林外務大臣、もしやっていたら我が国の主権侵害は断じて認められないぞって、外交ルートで言ってやりました。あははは、かなんか言ってました。なんだそれ。ネットの反応です。確実にやってるよな。民団や総連が公然と存在してるだろう。言っただけかよ、アホか林。ミサイルが撃たれようが、いかんだけ。抗議ってなんだよ。どうにかしろ。抗議じゃなくて、さっさとガサ入れして潰せ。疑わしいやつをどんどん逮捕しろ、バカ。これをメディアが全く報道しない。そんなことより、このご時世に未だスパイ防止法さえない平和ボケした国があるらしいと。各国のスパイに対する刑罰なんですけれども、アメリカ、中国、ロシア、北朝鮮、死刑。EU 最高刑。死刑がないとこは終身刑。なんですけれどもね。日本、スパイ防止法がない。パン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 。わわわわわわわ。問題となっている中国共産党の出先機関はですね、実は民法231条、通称人民動員法に基づくものですね。内容は、世界中どこにいても人民は中国共産党の命令に従わなければならない。でないと中国内にいる家族がどうなるか分かってんだろうな。これ外国にいる人民を言うこと聞かせるためにですね、拠点をこさえてですね、言う通りやってっかな、見張る場所がいると。これに基づいてですね、2008年の長野五輪では、日本国内にいる人民5000人約、がですね、動員されて、聖火リレーを妨害しておりましたね。逮捕者多数と。あとこちらは、自民党松下新平参議の、下半身が警察署の拠点となってますね、これね。勝手に警察拠点の一つ。松下新平参議院議員、自民党の下半身が拠点と、こうなっておりますね。こんなものも取り締まれないのは情けない。これもひとえにですね、スパイ防止法がないからですね。なんぼね、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らは安全と生存を保持しようと決意した。つってってさ、自分のことは自分でやらなすぎだ。このね、憲法全文の文言も、他力本願すぎんだろ。ほが当てにして、自分の平和と生存、安全と生存を、他に任すって、のんきすぎんだろ。私、つくづくそう思うんですけれども、全く何をバーっとしてたんでしょうね。昭和の自民党はね、55年間も一党独裁に近いことでしたのに、こんなこともできねえの。今でもスパイがやりたい放題である。11月29日、昨日ですね、自称市民どもが20人ばかしで、三菱重工本社前、千代田区にあるそうであります。長距離ミサイル作んな、営業妨害、防衛妨害集会開催、仲間の磯子が独占報道をしておりました。磯子って東京新聞の磯子ね、ネットの話です。ジジババばっか。営業妨害で全員逮捕。プロ市民元気に稼働。とりあえず何でも言ってみる。寂しい老人が集まって生存確認するための集会。ウクライナでもそれ言えんの？でも君らアメリカから買っても抗議するやん。言っても無駄だから武器が必要なわけだが、
動画見たけど、ほぼ趣味の集まり。抑止力は互いの平和のためだって、ウクライナ見てわかんないの？まあ、お互いにね、攻撃を控えさせるような力は、お互いのためなんだ、いうことですかね。無職、有村文枝さん、69歳。戦争で儲けることは許さない。とか、保在した参加者のうち、名前出していい人、有村文枝さん、69歳ね。儲けちゃダメなんだって、日本企業、限定なのはなんでなの？ロシア、中国の企業も戦争でだいぶ儲けてるんだけど、こっちには抗議に行かないの？小寺高之さん、71歳。仮に北京やピョンヤンにミサイルを撃ち込んだら、逆に多数のミサイルが日本にも撃ち込まれることがなる。撃ち込まれることになると言って反対。多数のミサイル減らすための反撃能力、なんだけどな。これ敵の発射基地そのまんまにしといたらですね、やられたい放題じゃねえ。手持ちのミサイル撃ち尽くすまでやめねえって話ですからね。言っても理解しないんだろうけど、それになんで日本が先制攻撃する前提なんだ。日本に何の得があって先制攻撃しなくちゃなんないのかいう話ですよね。杉原博司浩二さん57歳。ちょっと若めですね。ヤング。この中では、ヤングな方でしょうか。若手?57 歳で。敵基地攻撃能力の保有は憲法違反。まあ、そういうのは、最高裁に、聞いてみればいい話でね。なんか分かってる風なことを言ってる俺、かっけえとか思ってそうだな。連中の言いたいことは一つでですね、日本人は無抵抗で殺されてる。これを言葉を変えて、何十年も言ってるだけ。こいつら日本人でないので、黙って殺される対象ではないってことなんでしょうかね。中国国内でこんな抗議集会やったら、スパイ容疑で、全員逮捕ですよね。スパイ防止法がなるべく早く必要だな。アメリカから買っても文句言うんだろあんたら。三菱重工が長距離射程化に取り組んでるのは12式地対艦誘導弾だそうであります。開発完了までのつなぎとして最低500発のトマホークが必要だと防衛省が言っておりまして、岸田総理もですね、今月、バイデン大統領に会って日米首脳会談した時に、プノンペンでね、言ったんだって、トマホーク撃ってくれない。米国政府の回答が、日本の防衛力強化は優先順位が高いと、売る方針だそうです。8年前に、イギリス政府が約190億円で64発を購入した実績がある。ってことは、1発約3億円か、500発だと1500円ってとこでしょうね。これはパヨ激怒案件だな、思っておりましたら、ネットの反応です。もっと買え。核も撃ってくれ。黒電話死亡。一家に一機、トマホーク。まずは憲法改正を。民進党の失脚で台湾侵攻は確定。蔡総統辞めちゃいましたね。選挙の敗北の責任とってね。国産長距離ミサイルは2027年からの配備だそうであります。そうして12式地対艦誘導弾の長距離化がそれまで間に合わせるってことなんでしょうね。それまでのつなぎでトマホーク500発くれ。トマホークの最大射程は 2000km。北朝鮮はおろか、北京まで楽々届きます。掲示板でパヨンは大暴れしておりましたけど、よっぽど気に入らないみたいで、ゴモかな。ゴモが気に入らないみたいでね。早速共産党エース山添拓もこれに対して文句垂れてました。米軍はアフガンやイラクで先制攻撃に使い、誤爆を含め市民に多大な犠牲をもたらした。専守防衛から、専守防衛を完全に逸脱と。そうなんだ。別にいいんじゃねえ、先制攻撃使ったって。多大な犠牲って、それやんなかったらもっと犠牲者増えてたんじゃねえの？ネットの話。なんかそろそろあるんですか？核がいいならそっちで。そういえばあなたは線路から逸脱してましたよね。こいつは鉄道を写真撮影するのが趣味みてえで、
気持ち悪いんですけど、まあ、あのそういう趣味は否定しませんけれども、山添がやると気持ち悪いって話で、なんかあの入っちゃいけないとこに入って撮ってたんだってね、使い方次第だろ。それは共産党にはウクライナが見えてないのか、共産党は日本人が死ぬのを見たいらしい。もっともらしいこと言ってるが、要は人民軍がやりにくくなるからやめろって言いたいんだろ。500でも足りないぐらい。だがノーガードで平和が実現できるというならやってみろ。よかったいつもの共産党で。最近はあの攻められた後どうしようって議論してるとこにですね、攻められないように救助を生かした外交と答え、何言ってんのバカって、言われてる共産党ですね。事故った後のこと議論してるのに共産党はそうならないよ安全運転みたいなことを、言ってて、バカだな、みんなに呆れられている共産党なんですけれども、救助を生かした外交の具体例は一切示してませんね。一体どうすればいいんだよそれ、どうやればええのそれって何みたいな定義すら示してないですけど、まあ、救助っていうのは日本人は無抵抗で殺されてるっていうことなんで、それを生かした外交ってことは、まあまあ、あの、結局は黙って降伏しろってことですかね。そういえば以前芝木隊がですね、殺すぐらいなら殺されよってポスター作って非難合合でしたけど、まあそういうのは共産党だけやってろよ。止めねえからさ、自分らで率先して、殺すなら殺されよ、やってろ、止めねえからあの自分らだけでやってろ、こっちに望むな、こっちもやれって言うな、なんかビーガンじゃない人はビーガンにしつこく肉も食いなよって言わねえけど、ビーガンってビーガンじゃない人に肉食っちゃダメってうるせく言うよね。なんか共産党と似てんな、思います。なんかどっちもね、思い上がった傲慢な自分は絶対正しいみたいな思い上がりがあるんじゃないか、あと思いますけれども、ロシアの弾道ミサイルの標的と被害範囲予想がえげつないと話題になっておりました。まあ、こちらですね。右の図は関東がこうなるっていう話なんですけど、まあまあ関東、東京、千葉、埼玉、神奈川は全滅っぽいな。全部範囲に入ってんな。ネットの話です。長野安全やん杉並区在住の Y 死亡、長に帰って免疫がつく、広島らへん入念に狙われていて草、北方領土の近くは安全やん、岡山が地味に無事、日本も核武装すべきだよな普通に考えて、ロシアウクライナ戦争でガタ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 ロシアを擁護する日本人もいますけれども、ウクライナはね日本に照準定めてないですよ。ウクライナはロシアがこういうふうにあの日本を破壊しようと思って照準定めてんだよ弾道ミサイル。ウクライナはやってねえかんね、遠すぎるし潜在的敵国ですらないですよね、ウクライナは。ロシアは北方領土を泥棒している新生敵国なんですから、潜在的敵国ですらない、新生敵国である、結論なんですけど、ロシアがボコボコに負けるのが日本の国益、日本人の利益、これは何が嘘で何が真実とかは関係ない事実っていうか、まあこういうふうに狙われてんだからしょうがねえんじゃね、ロシア弱ってくんねえかな、それが日本人にとっては得だよな、これは事実ですからね、現にこうやって日本狙ってるんでしょうね。トマホークでなくモスクワに届く弾道ミサイルが必要だな、まあ H3 をちょっと改造すればいいだけなんですけれどもね。とにかく私は共産党が言うように日本人は無抵抗で殺されてるっていうのに賛成しません、大反対、おめえらだけでやってろ、こっちにそういうふうに強制すんなよっていうのが私の考えであります。というわけで12月4日 NHK でも29日忘年会よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。